この劇は思い出です。思い出の劇なので、舞台はほの暗い明かりに包まれ、センチメンタルで現実味がありません。思い出の劇ではあらゆる出来事に音楽が寄り添っているような気がします。だから舞台の袖からバイオリンが聞こえてくるのです。僕はこの劇の語り手であり、登場人物でもあります。その他の登場人物は、母のアマンダ、姉のローラ、そして最後に客人として現れてくる男性です。彼はこの劇では一番現実的な人物です。なぜなら彼は僕ら一家が切り離された、実社会から来た死者といった役どころだからです。ですが、僕はあらゆるものを何かの象徴とみなす詩人特有の癖を持っていますので、彼もまた象徴として扱っています。彼は待てど暮らせどやってきませんが、僕らが生きる励みとしていつも待っている何かなのです。